皆さんこんにちは、あおばです。17世伊達政宗の父、16世伊達輝宗。輝宗の第一の重臣として主に外交で活躍した遠藤元信という人物がいます。今回はリクエストいただきましたテーマ、遠藤元信の生涯について紐解いていきます。それではよろしくお願いいたします。元信は1532年、伊達郡八丁目西水原にある西光寺住職、金殿坊の子として生まれました。幼名は六郎、通称は文四郎です。若い頃は四方流浪し、修験道に明け暮れていたといいます。各地方の視察には便宜上修験者の格好をし、自らを願望と称したらしく、斎藤法恩改造遠藤山城文書に収められている。西国武将小早川隆景、大友宗麟の書状の当てどころ願望がもし元信の前身だとしたら、元信は西国でも相当な働きと足跡を残し、諸国の清浄島にも精通したこととなります。後の話になりますが、伊達輝宗が織田信長といち早く交信したのは元信の進言によるものでありました。元信は輝宗の頃に米沢に訪れ、はじめ伊達氏の重臣中野宗時の家来であったといいます。中野宗時は輝宗の父伊達晴宗の時に絶大な権力を誇っていました。宗時は晴宗から輝宗に家督が移った頃から、晴宗と輝宗が疎遠な状態もあり、輝宗を軽んじ米沢城に出仕せぬ状況に至っています。宗時は出仕することなく、従氏の遠藤元信を使いとして輝宗に連絡を取っていました。元信は廉価をたしなみ、その才覚を輝宗に見出され、日ごとに輝宗のそばに取り立てられることになります。これを疎んじた宗時は元信の暗殺を図り、輝宗との関係は決定的に険悪となります。ついに宗時はこの牧野久仲とともに輝宗権力の転覆奪取を計画します。しかし伊達家臣新田景綱が宗時に協力したこの義直を捕らえ輝宗に献上したため、輝宗は計画の段階で宗時謀反を知ることになります。謀反露見を知った宗時久仲親子はその夜、自身の米沢屋敷並び家々に火を放ち、久仲の居城小松城に立てこもります。翌日輝宗以下は小松城を攻め、宗時久仲らは勝った軍を経由し、伊達家臣らの攻撃に遭いながらもしばらくして相馬に逃れます。宗時らはことが急なあまりに妻子を米沢から退去させる余裕もないまま小松に籠城、さらに遁走となります。輝宗は彼らの妻子を殺害しようと考えますが、遠藤元信の進言を入れて思いとどまります。また輝宗は宗時らの逃走ルートの城主たちに、宗時らを阻止できず遁走させた罪で一旦厳罰に処することを命じますが、遠藤元信の輝宗に対する諫言が大きく働き、多くの城主は赦免されます。中野宗時父子が失脚した後、遠藤元信の執政体制が成立します。1573年、将軍足利義昭を追放して名実ともに天下人となった織田信長に対して、輝宗はいち早く書状を差し出し鷹を送っています。1575年には元信が信長宛に書状を送り、信長も元信宛に投書しています。これは元信が輝宗第一の重臣であるにとどまらず、輝宗と並んで伊達家を代表する存在であったことを意味します。
この頃元信は照宗の勝ち小姓であった片倉小十郎の才を見抜き、小十郎を梵天丸を補佐する森役として推挙しています。1576年に元信は照宗の相馬氏に対する合戦に15番隊として出陣しています。1577年、信長は照宗元信宛にそれぞれ書状を出し、上杉謙信を討つことを命じています。1579年には三春城主田村清明の一人娘めご姫が政宗に腰入れ、元信は柳川八幡宮にて花嫁行列の引き取り役を務め、米沢までの警護を担当します。その後も元信は日立の佐竹氏、越後の上杉氏、小田原の北条氏らと吉見を通じており、1582年過ぎ頃には徳川家康から、1586年には羽柴秀吉からそれぞれ書状を受けています。1582年に照宗は関東にまで侵入してきた上方州への対応について、東北北関東の諸大名黒人が一体となって考えるべきことを主張しつつ、欧州短大としてその連合の主導権を掌握しようと外交を進めていました。後年の政宗の術会で照宗外交を大きく主導したのは他ならぬ遠藤元信であったと話しています。1582年6月2日に本能寺の変が起こり、信長が死去すると照宗は再び相馬への戦を起こし、1584年に陸軍の伊達市丘陵地を取り返します。同年照宗は隠居し、嫡子の政宗に家督を譲ります。元信も照宗に続く形で隠居します。隠居後の元信について晩年の政宗が語ったエピソードがあります。伊達氏の当主となった政宗は、上方から初めて大上下ってきた木綿染めを広間に広げ、家臣に見せびらかします。家臣たちは見たこともない染め物に度肝を抜かれ、あれやこれやと褒めそやしていたところ、元信がやってきて何の騒ぎかと問いただします。訳を聞いた元信は怒り出し、木綿染めを政宗に返した上で、大将たる者がこんな見心の小さいことをして喜ぶのはおやめくだされと歓言し、在所に戻っていったとのことです。政宗はあの時の元信の怒りを今思えばもっともなことであったと述懐しています。1585年、伊達照宗が二本松義継に拉致されるという事件が起こり、照宗は義継ともども非業の死を遂げます。照宗王子の方が米沢に届くと、元信は悲しみに暮れ、照宗の二七日法要を済ませた後に殉死しようとしますが、政宗により殉死の禁令が出ていたため周りの家臣たちによって阻止されます。しかし元信は照宗百日忌の日に片倉景綱に御事を託し、照宗の墓前で割腹殉死します。享年54歳でした。遠藤氏は元信嫡子の宗信が後を継ぎ、時代に続いていきます。現在山形県高畑町夏刈にある至福寺跡に伊達照宗の墓所があり、その隣に遠藤元信の墓所があります。ご視聴ありがとうございました。今後も伊達家を中心とした歴史を伝えていくため発信していきます。ぜひチャンネル登録、そして応援よろしくお願いいたします。ではまた。